長岡明夫物語のうち、諸行無常、785年、いよいよ女王、尼になれずに女官として生きる。長岡宮では、政務を司る建物群は一様に瓦葺きである。柱は朱に塗られ、神々しいキラキラ御殿である。一方、帝のお住まいとなる皇宮は、茅葺き屋根の白木造りである。中で皇宮の実務を取りまとめる事務や経理の中心が上元殿。皇后様のご住居の上寧殿のすぐ北側に位置している。上元殿へ入ると中心から石畳の廊下で東西と南北に分かれている。中心部の両隣の部屋は二つとも庄司の代理を務めるいよいよ女王が使っていた。南東の部屋が執務室。南西側の部屋は内外の警護の武官たちに応対する空間でもある。用事のある女官の待合室ともなり、いよいよ女王好きの女官。柏岡由良の案内なしにはそこへは入れない。そこで出入りの女官たちはよく、建物の中央部に囲いもなく、吹き抜け天井があるところで待つことが多く、待ち合わせ場所としてもよく使われる。いよいよ女王は代理のすぐ外に住まいを別に設けているが、南東の執務室の奥部屋は、帝や内蔵の代理をされている百済の子に騎士明神様がいらっしゃるときには、応接室としてお使いになる。だが普段は人を入れず、一人で、いよいよ女王が考え事をするときに使っていた。今日も、事物を懐から出して、台に乗せ、手を合わせた。たった一人の弟が、都を追われることになった。真面目に勤めてきた、穏やかで少年時代から敵を作ることのない弟であった。25歳という若さで、すでに従四位をいただき、天皇の孫なので、三世皇族として立派に務めを果たしていた。官位官職も皇族という立場も、誰の謀略なのか都を追われるようなことになった。それぐらいなら、それらのすべてがもう意味のないことなのか。伊予の国へ流されると決まった。そこで知る人は誰もない。国府へ出入りすることも許されないという田舎暮らしになる。官位や肩書きも剥奪されて、着るものや食べるものまで制限されるのだ。帝の一人きりの血縁の老いなるというのも、もう何の重みも持たない。祖母の気持ちが今さら思いやられる。高野のおばあ様はどうしていらっしゃるのか。祖母には二人きりの男の子である。その兄が弟を死に追いやってしまった。一人きりの娘も夫もしばらく前に亡くなり、その男孫が都から追放になる。一人だけ生き残った子が帝で、帝には三人の孫がいる。皇后には王子が一人、日の坂戸内親王に皇女が一人、藤原の吉子夫人に王子が一人。三人ともおいそれとは会えない。皇女は幼くして伊勢の西王として下校してしまっていた。王子二人は、藤原氏の守りががっちり固く、祖母であるとは言っても形ばかりで儀式の折に合わせてもらえるぐらいなのだった。その中では孫娘のいよい女王といよえ王の育つ様子を見ることができたのが、祖母にとっては唯一の楽しみだった。それが、伊予の国と、言えば、帝の少年時代に遊び友達だった日々の泉がいたことがある。
伊予の神で地方任官をしていた。泉の父は遣唐使の大使で、唐から戻った後は朝廷での有力者になっていた。真備の勉強好きと柔軟な気質を受け継いではいたものの、泉の方は豪快なところのある酒豪で、父への反動なのか、酒を飲むと悪乗りするところがあった。あいつは名前負けしている、と帝は言っていたことがある。父親があまりにも人格高潔と指揮者で有名であったからか。俺の父はひょうひょうとした酒飲みだったから、何の圧力もなかったがな、とも帝は言っていた。長岡京の遷都と同時ぐらいに、泉は伊予にいたが、その時に一悶着があった。叔父は少子を伊予まで使わさなければならず、地元の官僚たちとのいざこざで不況を買い告訴が続いていたからだった。遷都の大変さの中で伊予まで遅れるという人物は限られていた。そこで管理も十六池の人を送ることが決められた。どうして俺がそんな奴に、と吉備の泉は不肖不肖で少子へも不敬があった。叔父も山頂に勤めて遣唐使をも務めたという真備の子なのでやたらのことはできずに、伊予の神を解任する。そして、佐渡の権の神に官職を落として左遷とした。まだ少し前の話である。せめて泉が今でも伊予にいてくれたら、伊予へ王が流されてもその先で必ず寂しい思いはさせないでいてくれるだろうし、冬の間や暗い夜に足りないものでもあれば、なんとか助けてもらえたのでは。弟は父に似て気立てもよく弱い人や年寄りに優しい。皇族だからと選ぶるところもなく、帝と血が近いから侍従をしていたというのも鼻にかけることもなかった。適度に教養を磨くことも怠らずに、剣や牙なども訓練はした。けれども人に見せることはなかった。叔父の沢良皇太子とはその点は対比的であったかもしれない。沢良親王は頭脳明晰で、誰が見ても今にも目から鼻に抜けるような印象を持ち、そして鋭い光を感じさせる。その人の老いというので、恐る恐る弟を見る人も、つい頬が緩んでしまうような温かい雰囲気を持った、男というのが弟だった。広い額は父親になのか、目と顎の形は伊予女王とよく似ていると言われる。こちらの方は母方の血なのだろうか、叔父の沢良親王も目鼻立ちがよく似ている。叔父の沢良皇太子は浪花橋の目の前の淡路島への流罪というので、この距離の短いことを見ると、帝が本気ではなかったのではと思える。連座で10人が死罪、6人が流罪。弟は伊予の国で、他は沖の国、佐渡の国、伊豆の国など。帝の非藤原系の血縁がこうして朝廷から遠ざけられたというのは、水面下の争いが藤原氏系の王子を皇位継承にということだったからなのか。これら粛清と言いたいような処罰が下ったうち、唯一の藤原氏の官僚貴族で処罰を受けたのは、大蔵省大臣にあたる職の大蔵卿で、北家の藤原の尾よりだった。その母は四季家の棟梁の娘で、その妹は
ホッケの内丸の妻。これで得をしたのは藤原の内丸であった。内丸といえば種継ぎと共に象長岡久志であったが、ほとんどの仕事を種継ぎに任せたままにしていたのが、種継ぎの死後は強大な権力を持った。後の長岡大臣と呼ばれるようになる。また妻を桓武帝の後宮の女中にして送り込み、数年後には平安京遷都を強力に進めた一人として、象平安京氏に任命されていく。利権太りで藤原一族の全盛時代の経済的な土台作りに寄与した。この頃の時代の皇族と藤原氏は、切っても切れない仲ではあったが、いよいよ女王から見ると、牙を抜かれた虎たちが羊を囲い込んでは見たものの、爪を研ぎ澄ました鷹や、牙をむき出しにした狼に貸し付かれて暮らしているようだった。たった一人きりの弟さえ守ってやれないようなら、どうして女官になってまで、この朝廷に身を捧げてきたのか。女官になれば弟を守ってやれると思ったからではなかったのか。その時の事情が思い出される。773年、今の帝が立太子された直後、10年以上前である。くだらの子に騎士名神が、いよい女王の母を訪ねてきた。元はといえば、幼い頃に祖母の計らいで、いよい女王の母と遊び友達であったのが、3歳下の今の帝とも幼馴染みになっていた。家族ぐるみで親しくしていた人であった。母は8年後に49歳で亡くなったが、当時はまだ41歳。弟の伊予王が13歳で、元服が済み次第、叔父の暮らす東宮に勤めることになっていた。明神様は14歳で女官に入り、早いうちに東園の右大臣藤原忠次の正室となった。後継ぎの男子、藤原の高俊という子を産んで、その後も仕事は続けた。その当時、12歳となる高俊の話をひとしきりした後に、伊織と伊織の育て方の話になった。宮廷へ勤めさせるのが一番良いのでは、というの。伊織女王を東宮の侍従とし、後々、叔父の皇太子が即位したら、後宮へ移り、女官として、帝を支えて出世するのが良いという。伊織女王は母の横でその話を聞いていたが思い切って口を開いた。尼になるつもりだと伝えた。すると明神様が花が揺れるようにお笑いになった。それも良いでしょう。そしてまた少しふわふわとしてニコニコしたままで優しく言ったが、その細表の白い顔がふと真顔になった。尼となり、何ほどの力を持つようになるのは並大抵ではありません。たったお一人の弟君でも、あなたしかお味方ができる人がないという時が来るかもしれません。明神の細い首がかすかに揺れ、豊かな髪がするりと衣の肩を横に滑った。お代理へ、いえ、皇宮へ勤めることができれば、そしてあなたのご気性と辛抱するお気持ちがあれば必ず出世できます。その上では、皇族だからという立場でいただくものにも頼らずとも、男の方々と同じ官位やお給料やご領地などもいただけるようになります。使用人も何人でも雇えますし、弟様のご出世にもお役に立つことができるのですよ。
いよいよ女王は黙って下を見た。弟が可愛くないはずはない。母がいなくなれば弟を支えてやれるのは自分しかない。母はあまり体が丈夫ではない。長年の父の看病で心まで弱ってしまった。いつまでとも限らない。親類縁者も祖母と祖母の家の雇い人たちがいるぐらいで、叔父の二人とも独身で妻子はない。そこまで考えると、いおいは目の前の明神様に黙って身を預けることにした。母は潤んだ目でいおいを見た。無理をしなくてもいいのよ。祖母譲りの柔らかい透き通った声であった。でもね、いつかは私にあまり遅くならないうちに孫の顔を見せてくださいな。暗に尼にはなるなと言っている。父方の祖母は父が生まれた時に亡くなっているから、いおいといおえには祖母は母方の一人しかいない。父方も母方も皇族で財家には困らないが当時の理想の一族繁栄を言うには程遠い状況であった。いおい女王は尼になるのを諦めた。16歳で叔父の皇太子が暮らす東宮へ勤めたが、母が亡くなり帝であった祖父に尼になって母の菩提を弔いたいと懇願した。けれどもそれは叶わなかった。いおい女王の母の野戸内親王は、祖父にとって大切で可愛くて仕方のない娘だった。70歳を超えているのに、野戸内親王が寝ついてしまっているのを心配して、病気回癒の願いを伊勢神宮にも頼んだ。正月になると、伊勢の西宮に随章の雲が現れたので、能登の病気も回帰に向かうと喜び、開眼もした。だが、2月に能登内親王は亡くなり、がくりと力を落とした祖父は、それから2ヶ月後に上位し、太上天皇となった。いおいは、6ヶ月後の781年8月に、寿養池に除され、4月に桓武帝として即位した叔父の後宮へ勤めた。いおい女王は784年に長岡京の代理へ移った。後宮での十二子の一つ、縫いのつかさの長を務めた。衣服の裁縫、組紐編みなどの他に、女官たちの出仕や長産の管理をする役職であり、上から4番目に高い地位であった。この年の12月23日、73歳の祖父は冬の寒い夜明けに眠るように崩御した。在位は11年ほどで、長いとも短いとも言えない期間だったが、本当に様々な苦労をされた。これほどに神経も使い、体力や気力が毎日毎分試され続けて、針のむしろに座りながらも王冠をかむる姿勢は乱せない。そんな王座をめぐって、どれほどにも熾烈な、気の狂うような、愚かな、血みどろな戦い。夜も日も明けずに、いつまでもそれが繰り広げられている。いおい女王は薄暗くなってきた窓の外の明かりを見た。あの時、この時、尼になっていたとしたら、今の思いはなくて済んだものか。明神様には申し訳ないが、いおいが勤めてきたこの十数年とは何だったのか。たった一人の弟を守ってやれないなら、一体、どういう意味があったというのだろうか。諸行無常。この巻はこれで終わりです。